はい、キノチューブですが、今日は2020年の3月19日ですね。朝いろはの森コース日陰のバス停から登ってきまして、これから下って下山したいと思います。今、10時45分ですね。帰りの日陰バス停の時間がありますので、ちょっと余裕を見て、まあ帰りは45分ぐらいで下れるかと思いますが、少し余裕を見て、バスの時間に合わせてもう下っていこうと思います。それでは行ってきます。キャンプ場の分岐点までちょっと来ましたけど、行きはこちらで登ってきたんですが、左側にもあるみたいで、帰りはこちらから、ちょっと下ってみたいと思います。どんな道になるか、まあすぐ着くとは思うんですけれども、行ってみます。行き止まりじゃないといいんですが、行ってきます。今日陰のバス停に着きましたね。ちょっと時間を、少し間違えてて、ジャタキ口のバス停の時間と間違えてたんで、危うく、乗り遅れそうでしたけど、43分間に合いましたんで、これから、帰りたいと思います。無事に着いてよかったです。1時間に1本しかないんでね、今から日陰のバス停から高尾駅に向かって帰りたいと思います。時間はですね、45分なので、
55分ぐらいですね。頂上からここまで55分ぐらいかかりましたので、これから帰ります。ありがとうございました。あの時刻表をどっかに上げておきますんでね、参考にしてください。ご視聴どうもありがとうございました。